国の警備が強化されているようです。クライブ、よく帰ってきた。フーゴ・クプカを撃ったよ。もう奴はいない。そうか、ありがとうクライブ。これで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれる。ダリミル宿場のルボルってやつが、ドレイク・ファングが消えたとストラスを飛ばしてきた。もしかしてマザークリスタルの破壊もお前が？ああ、いろいろあったが。本当かよ、一人でやっちまうなんて。お帰りなさいクライブ。ただいま。体の具合は？もう大丈夫だから、次は一緒に行かせて。待ってるだけって気が気じゃないから。分かってる。そうだオット、あれからウォルードについて報告は上がってきてないか？なんだ、世話しないな。これといってなかったはずだが、ビビアンにでも聞いてみたらどうだ？うん、彼女と話してこよう。やあ、お帰り。無事に目的を果たしたか？お前のおかげさ。帰って早々ここに来たということは、君も気づいたのだな、ウォールード王国の不穏な動きに。ああ、フーゴを撃つことはできたが、奴とウォールードとの関係はわからないままだ。ドレイク・ファングはオーク族に荒らされていた。あの蛮族は灰の大陸にしかいない。ウォールード軍が自国から船で運んだとみて間違いないだろう。他国のマザークリスタルを蹂躙し、一方で同盟を裏切った様子があるわけでもない。あの国はどうなってる？クライブ、対象を見つめすぎると全体像を見失うぞ。あいにく今は君に教えるほどのことはないが、良い機会だ。今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないか。灰の大陸の覇者ウォールード王国、召喚獣オーディンのドミナント、バルナバス王の下で戦によって生まれた国だ。そして849年カンベル独立運動、865年大陸戦争、873年ベレヌス戦役、そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもある。しかしここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてね。クリスタル自治領をめぐる戦にしてもそうさ、同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない。灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞く。にもかかわらずザンブレクのように新たな領土を得ようという意志も感じられない。君の話を受けるならドレイク・ファングにオーク族を送り込んだことになるが、かのマザークリスタルを我がものにしようという動きも見えなかった。だが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだ。では次にウォールードの旗がたなびくのはいつか、漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのか。おそらくその時、嫌が王でも世界が揺れるだろう。昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない。フーゴ・クプカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな。そうか。だが朗報はある。少し前に君のおじごが知らせをよこした。あちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだ。おじさんが助かるな。いずれにせよ焦っても仕方がない。今は報告を待とうじゃないか。さてクライブ、
旧敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといい。語り部やカローン、ブラックソーン、年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからな。それで今日の講義題としてやろう。お前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは。私ほど人というものの本質と向き合っている者はいないぞ。ありがとうビビアン、早速伝えてこよう。噂は聞いてる。うまくやったみたいじゃないか。さすがカローン、耳ざといな。フーゴを撃ったよ。そうかい。ここ最近で一等いい知らせだね。感謝するよクライブ。これでみんな前だけを見て進んでいける。ブラックソン、今いいか。なんだ、要件を言え。みんなの仇を取ったよ。フーゴ・クプカを撃った。長かったな。やっと胸の使いが取れた気がする。俺たちも仕切り直さねえとな。これからも頼むぜクレイブ。こちらこそよろしくな。クライブ、どうしたんだね。報告がある。フーゴを撃った。そうか、ついに。語り部、泣いてる泣いてる。変なの。今日は祝いだ。お前たちの両親にも報告せねばならん。ささやかでいい。祝いの支度をしておくれ。お祝い、やった。ここからが再出発だ。ああ、そうだな。本当にありがとう。他の連中にはわしから伝えておくよ。ハルポクラテス、フーゴを撃った後アルテマと会った。やつについて何か分かったことはあるか。いや、あれからあらゆる古文書を解読したが、その存在を見つけることができなかった。これは意図して消されたのではなく、もとより存在していないと言った方が正しいだろう。だが現に俺は奴と。その事実は否定しない。ただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく、天災や病などある種の災いだったのかもしれんとな。災いか。お主があったというアルテマがどういう存在なのか、わしには想像もつかん。何にせよ引き続き調べてみよう。わかった、頼む。よし、一度オットーのところへ戻るか。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。各国の警備が強化されているようです。ビビアンに話を聞くにしちゃ随分時間がかかったじゃないか。いろいろあってな。
そうか。フーゴを撃った報告に。みんな、喜んでくれたよ。なあ、クライブ。この機会に、シドたちの墓参りでもしてきたらどうだ。奴らも心待ちにしてただろうさ。そうしよう。シドやみんなにも知らせてやらないと。ついでに、ミドを連れて行ってやってくれ。あいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ。たまには父親に顔でも見せろってな。わかった。声をかけてくる。シドたちの墓参りに行くのに、お前を連れて行こうと思ってな。ごめん、クライブ。今、手が離せない。急いで排熱装置を作らないと。排熱装置？こいつの設備さ。これは？高速外洋航行船、エンタープライズ。私と父さんで設計した希望の船だ。エンタープライズには帆船の常識を覆す新しい推進力、ミスリル機関を搭載する。この機関は高熱を出すから、熱を船外へ逃がすための仕組みが必要でね。それが排熱装置ってわけ。造船はカンベル郊外でやってるんだけど、あっちの工房も手一杯でさ、この装置だけ隠れ家で作ることにしたんだ。ただ船体の建造に影響するから早くしろってカンベルの連中がうるさくてうるさくて。これが終われば墓参りにも行けるんだけど。俺に何か手伝えることは？さすがクライブ、そう言ってくれると思ってた。早速部品作りを頼むよ。排熱装置の主要な部品は3つ。熱を送るための大型の鉄管、ミスリルの鎧。排熱時に船体を守る丈夫な外装、ミスリルの兜。内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ特殊装甲、ミスリルの盾。ミスリル装備といったところだな。部品は3つ。一つずつ片付けていくか。だったらまずは排熱装置の肝となるミスリルの鎧をお願い。図面や材料は覚書にまとめておいた。ブラックソーンじいちゃんに見せれば分かってくれると思う。ブラックソーンだな。行ってこよう。よろしくな、クライブ。そう、協力してほしいんだが。なんだ、さっさと言え。ミドからの頼まれ事だ。あのわがまま娘、この間工具一式をくれてやったばかりだろう。今度は何だって？ミドがあんたにこれを見せろと。どれ、何に使うつもりかわからんが、随分と大掛かりじゃねえか。人手がいるな。クライブ、オットーとガブを呼んでこい。ああ、わかった。
慌てて来てみりゃミドの手伝いとは。まあこれができないと墓参りに行けないってのならさっさと片付けちまうか。それで俺たちは何をすりゃいい？ちょっとしたお使いさ。ミドからの注文はミスリルの鎧、大型の鉄管だがそこらの鉄じゃ脆くて要件を満たせねえ。だから強度に重点を置いて独自の鉄を作ることにした。名付けてブラックソーン鋼鉄。こいつの材料を集めてきてくれ。とは言っても取りに行く必要があるのは星のクズと呼ばれる黒砂だけだ。他の材料は俺の馴染みの鉱物商から買い付けてきてくれりゃいい。手分けした方が早そうだな。俺とガブのどちらかがクライブと星のクズを取りに、もう一人は他の材料の買い付けに行く。そうしよう。クライブ、どっちと行くか決めたら教えろ。クライブ、星のクズの方は任せたぞ。それでオットーとガブどっちと行くんだ？オットー頼めるか？ああ行くとしよう。ブラックソーン、その星のクズとやらはどこで取れる？ダルメキアの南ベルクロイ砂漠、川岸を渡れば見つかるはずだ。ダリミル宿場の近くか。運搬に足がいるな。クライブ、俺は荷馬車の支度をしてから向かう。ああ、現地で落ち合おう。二人とも気をつけてな。俺は買い付けに行ってくるからよ。ガブ、鉱物商に吹っかけられるんじゃないぞ。ブラックソーンの馴染みなんだろ。大丈夫さ、多分きっと。それじゃみんなよろしくな。南ベルクロイ砂漠か。オットーが来ているはずだが。オットー、遅くなった。来たか、クライブ。ざっと見て回ったが、この辺りなら取れそうだ。何でもこの星のクズという黒砂は火事で使うには不向きらしくてな。売れなきゃ誰も手をつけない。おかげで取り放題だよ。俺たちで使わせてもらうとしよう。お前も探してみてくれ。探してみよう。
これくらいでいいだろう。オットーに渡そう。どうだ、星のクズは取れたか。ああ、いくらかな。大量じゃないか。俺の分と合わせればもう十分だろう。クライブ、せっかくだ、もう少し付き合え。らしくなったな。何の話だ。お前のことさ、頭としてふさわしい風格になった。クライブを初めて見た時は厄介な野良犬が拾われてきたと思ったが、それが今じゃ立派に俺たちを導いてる。よくやってくれてるよ。オットーがいてくれたからだ。5年前、俺がシドの名を継ぎたいと言った時、あんたは真っ先に味方になってくれた。みんなを説得して一つにしてくれた。あんたがいてくれるから俺は進むことができる。よしてくれ。俺のやったことなんてきっかけに過ぎない。今のクライブがあるのは間違いなく、お前自身が信頼を得てきた証だよ。お前は前の隠れ家を失って絶望していた俺たちをもう一度奮い立たせてくれた。俺はそこに惚れただけだ。そろそろ隠れ家へ戻るか。慣れないことをしたせいか腰が痛くてかなわ。先に戻ってゆっくり休め。ああ、そうさせてもらう。星のクズはブラックソーンに渡しておくからな。さて、俺たちも戻るとしよう。ブラックソーンのところへ行こう。ブラックソーン、材料は集まったか。ああ、おかげさまでな。星のクズも他の材料も支度できた。いい気分転換になったよ、クライブ。またいつか二人で仕事をしたいもんだ。よし、俺はミスリルの鎧を作り始めるとしよう。出来上がるまでしばらく時間がかかる。他に用があるなら先にやっておけ。ありがとう、ブラックソーン。ミドに知らせておく。俺たちも自分の仕事に戻るわ。また何かあれば呼んでくれ。シドが壊したのはダルメキあのマザークリスタルかい。上の憩いの広場で庭チョコ。
するかな。ミド、ミスリルの鎧はなんとかなりそうだ。ブラックソーンが作ってくれているよ。よかった、これで一歩前進。それで次は何をすれば。次はミスリルの兜を頼む。こいつには空の文明の遺物を使う。遺物はとても頑丈だ。人が手を加えることなんてできないぞ。大丈夫、そのまま使うから。そのまま。ちょうどいい形と大きさの遺物に目星をつけてあるんだ。うちの助手を使って回収してきてもらえるかい。やってみよう。シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですがミスリルの鎧を通しただけでは船全体が逃げた熱にさらされてしまい大変危険です。そこでミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜はその排出先を制御するとともに、熱を滞留させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる空の文明の遺物ならではの構造と言えるでしょう。また海溝部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで熱によって水が気化、急激に膨張し機関ごと船体破裂の危険が。わかった、その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う遺物を回収してくるよう頼まれた。その遺物はどこにある。はい、ロストウィングから続くロベール林道に。ですが最近あの辺りに凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございますシド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、こちらに。
シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくその辺りにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。あそこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。片付いたな。さすがシド、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って遺物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。各国の警備が強化されているようです。さて、どうするかな。ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて、残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ。ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ、任せていい？必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。
もう難しい方もダメ。ミドがうなったり。ハルポクラテス、今話をしても。なんだね、クライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかし、この必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それで、あんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと？この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレフに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投入することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる二つの薬剤を生かすには、それを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かる、ハルポクラテス。月の雫と装甲、手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ。月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、原料の買い付けを頼むぞ。さて、分担はどうするかね。ええ、分かったわ。ところで何が必要なのかしら。文書に書かれておったのはこれらの品だよ。チョコボの卵にピピオの実。他の原料もそのあたりで買えそうなものばかり。昔の薬剤だからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。
マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。行ってらっしゃい。タルヤ、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。ジルを探そう。魔法でしっかり冷やすんだ。魚が腐ったら。マルシェか。いろいろ。ジル、ここにいたのか。あ、クライブ。いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから別々に探した方がいいわね。わかった。俺が買うものを教えてくれ。それじゃあクライブは、ニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。果物はいかが？まだまだ新鮮。さあ肉はどうだい？今買っておかないと次があるかは。いらっしゃい。またな。いらっしゃい。はい、どうぞ。頑張んなよ。オリフレムに。何が欲しいんだ。あいよ。こんなところか。ジルと落ち合おう。どう、クライブ、原料は変えた？ああ、これだ。ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫ね。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわ。ねえクライブ、少し話していかない？こうやって過ごすのもなんだか久しぶり。このところ大きな戦いが続いてたから、ジルとの買い物なんて子供の頃を思い出すよ。よくロザリスの城下町へ行ったな。小さいトルガルを連れてね。何にでも興味を持って歩き回るから探すのが大変だったわ。今じゃこんなに大きくなったけど。そういえば買い物があると言ってたが、欲しいものは買えたのか？ね、先に買っておいた。ここに美味しいパイが売ってるって厨房のモリーさんに聞いていたの。だからあなたと食べたくて。嬉しいよジル。ねえ見て。このパンもすごく美味しそう。スープに浸して食べるのもいいけど、さっきの店の干し肉と一緒も捨てがたい。ジール。あ、ごめんなさい。買い物のためだけに出かけるのは子供の頃以来だから楽しくって。クライブ、私は今人として生きられてる？ああ、ジルは人だ。そうやって買い物を楽しめてるのが何よりの証拠だろう。君はもう獣じゃない。よかった。クライブ、ありがとう。
長居しちゃったわね。戻りましょうか。この原料をタリアに調合してもらわないと。先に戻って支度をしておくわ。手間をかけるな。うん、いいのよ。ハルポクラテスに報告しよう。ハルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。走行の方はどうだ。バードルフやオボロスにも協力してもらってな。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？ええ、わかったわ。そうだ、クライブ、二人の時間、楽しかった。また今度ね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく溶くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、ハルポクラテス。これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。警備が強化されているようです。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。うん、褒められたな。呆れてんだよ。
ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。できたぞ。ああ、我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックスおじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。ミド、どうかしたのか？エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は、遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきてふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができる、そんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな、エンタープライズが完成したらクライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか？父さんもきっとそうしただろうから。ありがとうミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れて行くのに随分遠回りになった。ああ、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。ああ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。船作ってるってミド先生が言ってたね。よう、クライブ、お疲れさん。ミドを墓参りに連れて行くってだけでとんだ騒ぎになっちまったな。それであいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。ミドがそう言ったのか？そうだが。クライブ、そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ墓参りをすっぽかすつもりだぞ。まったく。デッキを見てくる。
オボルス、ミドを見なかったか。さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気な嬢ちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。何でも急ぎだからってロズフィールド教の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。おじさんは一体何を。ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことか。まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼガヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんてこの隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああ、そうだな。さて俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ロズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ、オット。任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだ、クライブ。ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃあ俺たちだけで先に行こう。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。
ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るため、マザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい図体して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとうカロン。グツよろしく頼む。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの市場で。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。分かった。ガブ。ああ俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかいシード。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。ジル、調子は？タルヤのおかげで随分楽よ。よかった。トルガレも心配してくれてありがとう。この道はかつて交易路だ。だが他に街道ができて次第に使われなくなっていった。そういうところには野党たちが集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところだ。油断するなよ。
海の向こうの品も揃ってるぜ。さあ見てってくれ。旦那、旦那、寄ってってくれよ。パン一切れで高すぎやしないか。ここらじゃどこも品不足なんだよ。買わないならよそに行きな。現在クリスタル自治領はザンブレク公国による不当な占拠が続いている。そのため出国を認められているのはダルメキア軍から身分を保証されている商人だけだ。通行を願い出る者はおのおの商人札を持ってここへ順に並ぶように。あれのせいで混み合ってるみたい。臨時の関所か。急いでるんだ。ダメダメ、簡単には通れそうにないな。ひとまずグッズと合流しよう。さてグッズはどこに。果物はどうだい。こんな上等な薬味実量じゃ。乗り合い場所は関所前だ。証明札を出しとけよ。果物はいかが。グツ、ここにいたのか。クライブ、どうしよう。ばあさんに叱られる。落ち着くんだグツ。何があった。証明札をなくしちゃったんだ。あれがないと乗り合い場所に乗れない。関所も抜けられないよ。心当たりはない？そういえばさっき子供がぶつかってきて。ああ、ひょっとしてその時にすられたのかも。子供のすりか。俺たちだけで見つけ出すのは厳しそうだな。ええ、誰か手を貸してもらえたらいいんだけど。それなら頼れる人がいる。ちょっとした顔なじみなんだ。この市場のことにも詳しいし力になってくれるかもしれない。その人はどこに。この先にある赤の正体って店だよ。赤チョコボの看板が目印の。行ってみましょう。二人は先に行ってて、俺は他に取られたものがないか荷物を確認して向かうから。分かった、早く来いよ。ああ、お店がたくさんあるわね。赤チョコボの看板か。いいもん揃ってるよ。お前みたいな小汚いベアラーは。お客さんかい。クリスタル自治領に行きたいなら1000万ギルだよ。どうする。いや、俺たちは。なら予想当たって。待って、違うんだ。エル、俺の連れだよ。あら、グツじゃない。どうしたの。仕入れのために僕らどまで。あの頑固ババアの他に連れがいるなんてね。それでグッズ、何か厄介事でもあったの。俺の証人札すられちゃったんだ、子供に。ちょっと、よりによって証人札って。まったく。あなたはこの市場に詳しいとか、子供のスリについて何かご存知でしょうか。これから自治領に向かわなきゃならない。だから取り戻したくてね。つまり
あんたたちはまともな身分証を持ってないわけか。まあそう固くならないで。うちに来る客なんて大抵が訳ありよ。そう、子供のスリには心当たりがある。順を追って説明した方が良さそうね。聞いてちょうだい。ダルメキアが自治領島に進軍してから、交易の窓口だったこの市場にも軍隊がやってきたわ。少し前から関所の警備も強化されて、裏書きのある身分でないと自治領島へ行くことすらできなくなったのよ。だから最近は人様の承認札を偽装して潜り込もうとする輩まで現れたってわけ。取られた承認札が裏で売買されている？ご明察。でもそれだけじゃない。偽装された承認札に一切の足がついてないの。子供たちだけでできることじゃないわ。どういうことだ？このスリは組織的に行われてるのよ。誰かが子供たちを使ってスリをさせてる。きっとグツがすられた承認札もすでに元締めに渡ってるでしょうね。このままスリが横行すれば、いずれは市場全体の客足が落ちて、私たち商人は立ち行かなくなってしまう。ねえ、ここは協力しない？あんたたちは商人札を取り戻したい。私はスリの被害をなくしたい。どちらも元締めさえ捕まえれば解決するわ。どうかしら。グズ、他に自治領島へ向かう手段は？の、乗り合い馬車以外は厳しいと思うよ。自治領島はまだまだ遠いからね。今回は様子を見に行くだけなんだろう。なるべく目立たないようにしないと。つまり承認札を取り返さないと自治領には行けないということね。仕方ない、協力しよう。そう来なくちゃ。改めまして、私はエルイーズ。あんたの名前は？クライブだ。それじゃあクライブ、これを持って行って。私の仲間がスリのことを探ってる。それを見せれば力になってくれるはず。ひとまず乗り合い広場の家具屋に行ってみて。家具屋か、わかった。お前みたいな小汚いベアラーは。いらっしゃいいらっしゃい。うまい酒はいらんかね。長旅の乗り合い場所は関所前だ。承認札を出しとけよ。ここは家具屋か？ああ、何かお探しかね。おや、そのブローチ、エルイーズに仕事を頼まれたんだな。彼女からあんたのことを聞いた。スリについて何か分かったことはあるか？ああ、狙われてるのはほとんどが大荷物を背負った行商だ。荷物で体の自由を奪われてる上に、相手が子供じゃ死角に入られて気づかない。万一気づいたとしても、土地勘のない行商が子供を追うのはまず無理だろう。それで靴も狙われたのね。子供たちのことはもう一人の仲間が調べている。魚屋を当たってみてくれ。訪ねてみよう。こんな上等な薬味、実領じゃ。実領に行かなきゃ人らしい。いらっしゃい、おいしい魚が揃ってるよ。で、そのブローチ、
エルノじゃない。何か頼まれてるのかい、あんた。スリの元締めを捕まえるために動いているところだ。ああ、なら子供たちのことを聞きに来たんだね。スリの被害者はみんな薄汚れた子供にすられたって言ってる。きっと孤児が使われてるんだよ。その子たちは戦か何かの町の入り口で難民を見たろ。新天地へ向かうのに邪魔な荷物をここで捨てていく大人がいるんだ。ひどいな。クライブ、孤児の子たちと話してみましょう。何か知ってるかもしれないわ。ああ、そうしよう。だったらここらの子供に声をかけてみな。ほとんどがそうさ。ありがとう。それじゃあこの辺りの子供たちに話を聞いてみましょう。行かなきゃ人らしい暮らしなんて。果物はどうだい。うちのは一等甘いよ。ねえ君、今話せるかしら。何？この市場で誰かからスリを頼まれたことはない？俺たちに頼み事をするやつなんているわけないだろ。大人は嫌いだ。向こうに行ってよ。ごめんね、ありがとう。このでかい皿を買おう。少し話を聞いても。なんだい、おじさん。君たちにスリの仕事を持ちかけた人はいなかったか。聞いたことないけど。スリって仕事なの？いや、仕事ではないな。悪いことだ。すまなかった、他を渡るよ。うまい酒はいらんかね。少しいいかい。なんですか。私お金なんて持ってない。大丈夫、教えてほしいことがあるだけよ。教えてほしいこと？最近子供にスリをさせる悪い人がいるみたいなの。あなたに声をかけてきた人はいない？私は言われたことないけど、本山がそうなのかな。同じ孤児の子が言ってたの。彼が危ない仕事をしてるって。クライブ。ああ、その子を探して話を聞こう。本座にはどこに行けば会えるかしら。市場の入り口によくいるけど。ありがとう、助かったわ。いらっしゃい、いらっしゃい。いいもん揃ってるよ。やってきた。荷運びなら俺に任せな。安くした。市場の入り口はこの辺りか。本座はどこかしら。お腹すいたよ。しかしあのでっけえ商人はちょろかったな。いつもあれくらい簡単だといいのにね。でもよ、あの商人札、やつらに渡してよかったのか。このままじゃいいように使われるだけだぜ。今さら後には引けないだろう。やつらに逆らえばみんな殺されちまう。今の話詳しく聞かせてくれないか。傭兵だ。スリがバレたのか。どうしよう。こんなところでとっ捕まってたまるか。どこ行くんだよ本座。あいつが本座か。ジル、この子たちを頼む。俺はあの少年を追う。わかった。まだそう遠くへは行ってないはずだ。この近くを探してみよう。少年を見なかったか。慌てた様子で走って行ったと思うんだが。それなら裏手にある
チョコボの放牧地へ向かったけど。ありがとう、恩に着る。待て、本座。別にお前をどうこうしようってわけじゃない。話を聞かせてくれ。分かった、降参するよ。俺はお前たちにスリをさせている元締めを探している。誰から仕事を受けた？サレキ旅団の奴らだ。いい金になるからって誘われた。悪いことしてるって分かってる。でも仕方ないだろう。こうでもしなきゃ俺たち孤児は飯さえろくに食えない。それに俺がやらないと他の孤児まで巻き込んじまうんだ。本座、お前。クライブ、ここにいたのね。さっきの子供たちは？エルイーズに預けてきたわ。それでグツと一緒にあなたを探して。ああ、あの時の。あんたの承認札ならもう手元にないぜ。サレキ旅団に渡しちまったからな。騒いだってもう取り返せない。仲間を食わせていくために俺はあいつらには逆らえないんだ。お前か、子供を脅して盗みを働かせていたのは。待て、俺は、クライブ。勘違いするな、俺は依頼されてきた。言い逃れするな。お前、そのブローチ。あれ、テオなのかい？グツ、そんなところで何してる？じゃあ、あんたが姉貴の言ってたやつか？姉貴？そう、エルイーズさんの弟だったのね。まったく姉貴め、教えといてくれりゃいいものを。俺はテオドール。さっきは悪かったな。テオドール、サレキ旅団というのは？この辺りに住み着いてる野党どもだ。難民たちの弱みにつけ込んで悪事を働かせているゲスな奴らさ。俺はこれ以上難民が狙われないように連中の手口を調べてたんだが、子供を使ったスリまでサレキ旅団の仕業だったとは。本座のことは前から知ってるが、根はまっすぐなガキだよ。他の孤児がスリをしなくていいように自分たちだけで背負おうとしてたみたいだな。クライブって言ったっけ？あんたら姉貴と一緒にスリの元締めを探してるんだろ。ここは一つ協力しないか？俺の承認札。それで何を協力すればいい？あんたらが追ってたスリの元締めも俺が調べてた連中も同じサレキ旅団だ。だったらやることは一つ、
どちらも奴らを潰せば解決ってわけさ。いいだろう。そうこないっちゃ。さて、話してもらうぞ、ホンザ。サレキ旅団の根城はどこだ？わからないよ。いつもやりとりは市場のすぐ外だったから。一度だけ奴らの後をつけたことがあるんだけど、途中で見つかって殺されそうになったし。その時、連中はどこへ向かおうとしてた？レトニ峡谷の方だと思う。よし、行ってみよう。強国なら僕らの外だ。うちの放牧地で。承認札がなきゃ。お腹空いたよ。のこと嗅ぎ回ってた野郎だ。ここで片付けてやる。サレキ旅団の下っ端だ。尻尾を掴んだな。今日もたんまり稼いだな。ええ、難民どもはいい仕事しやがるぜ。ガキたちもだ。特にあの本座ってのは本当に腕がいい。ドジ踏んで捕まるまでは目いっぱい働かせねえと。あいつら、サレキ旅団の奴らか。クライブ、俺は加減しないぞ。花からそのつもりだ。あんな奴ら叩きのめしてやりましょう。ふん、二人とも行くぜ。なんだ、市場の傭兵どもか。クソ、殺せ殺せ。あれ。
この荷物は最近盗んできたものらしい。首飾りに指輪に財布に証人札か。よくもまあこんなに集めたもんだ。どうだ、大丈夫？まだ偽装された様子がない。あれならグッズの証人札も探せば見つかるだろう。ただ量が量だ。ちょいとばかり時間がかかるぜ。探すのを頼めるかしら。任せておきな。あんたらは先に市場へ戻って姉貴に報告しておいてもらえるかい？わかった、伝えておこう。クライブ、守備はどう？スリの元締めを捕まえられそうかしら。エルイーズ、実は。なるほど、サレキ旅団が黒幕だったのか。テオに探らせてたのと同じ相手だったなんて。でもこれで一件落着ってわけね。悪どい連中だから大事してくれて助かったわ。あとはテオの帰りを待つだけ。グッズの証人札も見つかるといいけど。あら、噂をすれば。お帰りテオ。よう、今帰ったぜ。オーラクライブ、お目当ての証人札だ。グッズに渡してやってくれ。ありがとう、助かったよ。それから姉貴、やつらが盗んでたものはうちの手のものに運ばせてる。被害者たちへ返すよう段取ってくれるか。ええ、後でやっておくわ。事件も落ち着いたところで、そろそろ正体を明かしてもらえないねえ、滞在人指導。そう固くならないで。私たちも同業者だから。どういうことだ？言ったでしょ、うちに来るのは大抵が訳ありの客だって。私たち赤の正体は金さえ積めば何でも運ぶ砂漠の運び屋よ。その荷物がたとえベアラーであってもね。俺がその第一号さ。姉貴の力で聖火から逃げ出したベアラーだ。そうだったのか。つまり私たちなりにベアラーを保護してるってわけ。お互い良い関係になれると思うのだけど。テオ、どう思う？まあ賛成だ。あんたがシドってんなら運び屋の仕事もやりやすくなる。どうだ、俺たちと手を組まないか？ああ、そうしよう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。クライブ、これを受け取ってほしい。これは割り符みたいなもので、もともとは一つなのさ。赤の正体が協力する証と思ってくれ。二人ともよろしく頼む。これから自治領島に向かうんでしょ。グッズの証人札があれば大丈夫でしょうけど、何かあれば特別価格の900万ギルで運んであげるわ。そんなことにならないよう祈ってるよ。グッズに証人札を渡してやろう。これで出発できるわね。お前みたいな小汚いベアラーは。いらっしゃいいらっしゃい。
乗り合い場所は関所で。果物はいかが？旅の疲れが。俺は鍛冶師に憧れてるんだ。